平野志耀さんと神宮寺勇太さんの飛べ合流には興味深いエピソードが、滝沢秀明社長の計画で成功裏に実現。期待の新たな活動に注目。皆さん、こんにちは。今回は、平野志耀さんと神宮寺勇太さんが飛べに合流する裏側に迫る特別記事をお届けします。 彼らの合流は多くのファンにとって待ち望まれた瞬間であり、その舞台裏には興味深いエピソードが隠れていました。記事の冒頭で述べたように、平野紫陽さんと神宮寺優太さんは7月7日に飛べの YouTube チャンネルで生配信に登場し、その瞬間はファンにとって忘れられないものとなりました。しかし、合流が正式に発表される前、 彼らは密かに動いていたのです。合流の舞台裏について詳しく語る前に、まずはその日の出来事から振り返ってみましょう。東京都心で気温は34節を超える猛暑の日、車に乗った平野潮さんと神宮寺雄太さんは、都内の湾岸エリアに向かっていました。彼らは戸べの生配信のため、撮影スタジオに向かう途中でした。 七夕の日の夕方、ファンはこの生配信に胸を高鳴らせていました。なぜなら、事前に公開された映像で、二人のシルエットが明らかにされ、合流が伝えられていたからです。この手法は、かつてジャニーズ事務所の創業者、ジャニー北川さんが使ったものであり、滝沢秀明社長が彼の手法を踏襲したことで、ファンの期待感は最高潮に達しました。 生配信が始まると、平野さんと神宮寺さんはファンに向けて抱負を語りました。彼らは笑顔と夢を提供し、エンターテインメントを通じて多くの人々に喜びを届けたいと語りました。その後、具体的な活動計画も明らかにされ、ファンは大いに喜びました。 しかし、合流が発表される前、一般の人々には知らされていなかった重要な出来事がありました。それは、滝沢秀明社長が6月上旬に名古屋を訪れていたことです。この時期、平野志陽さんと神宮寺祐太さんも名古屋で目撃され、彼らが合流に向けて話し合っていた可能性が高いとされています。ただし、合流が決まっても、 発表は急がない方針でした。合流の発表が前倒しになった背景には、ある報道が影響していたと言われています。6月18日に、週刊女性プライムが、平野さんと神宮寺さんの飛べ合流を報じたことで、ファンの期待が急上昇し、急遽発表が前倒しとなったのです。滝沢秀明社長は、ジャニーズ事務所を退場し、 戸べを立ち上げるなど、新たなステージに挑戦しています。合流が実現した背後には、緻密な計画と協力があったことが伺えます。記事を締めくくると、平野耀さんと神宮寺雄太さんの合流はファンにとって喜びの瞬間であり、その舞台裏には多くのエピソードが隠れていました。今後、彼らが戸べでどのような活動を展開していくのか、 ファンの期待が高まることでしょう。結論。平野耀さんと神宮寺雄太さんの飛べ合流は、ファンにとって待望の瞬間であり、その舞台裏には興味深いエピソードが隠れていました。滝沢秀明社長の計画と協力により、合流が成功裏に実現しました。今後、彼らが飛べでどのような活動を展開するのか、ファンの期待が高まっています。 楽しみに待ちましょう。読者への挨拶。今回の記事をお読みいただき、ありがとうございます。平野耀さんと神宮寺勇太さんの合流についての舞台裏をご紹介しました。彼らの新たな活動に期待が高まりますね。今後の展開に注目して応援しましょう。